皆さんこんにちは。東京ドッカン金曜日、本日も青山スタジオからお送りしてまーす。イエーイ、イエーイ、こんにちは。で、本日も、視聴者様がいらっしゃってくださってます。紹介お願いします。はい、ただいまエビ魂様、プリッチン様、ありがとうございます。トミーさんが、はい、3名様来てくれてます。のっけから噛んだね。本日もやっちまった。神々様は健在でございます。今日も頑張ろうね。はい、みんな噛んじゃダメだよ。オッケー、ダメだよ、お前が言うの。ナイス。そんなわけで、本日もちょっと人数がね少ないんで、今日はみんなでゆっくり紹介できるかななんて思ってるんですけれども、では最初に告知とか自己紹介からさせていただきます。さて、どっから行こう。どっから行こうか。じゃあどうぞお願いします。はい、どうすればいいのかな。はい、どうぞ。と、若松ののかです。ののかちゃんです。はい、ののかちゃんです。ののかちゃん、よろしくお願いします。姫、小悪魔。あれ小悪魔じゃないです。はい、ブログやってるんで、はい、見てください。はい、ブログはどんなこと書くんですか？日常？日常とか好きなこととか、うん、おー、はい、ちなみに好きなことは何ですか？あの AKB48。 あー、かわいいね。 AKB さんが好きでですね、うんうんうん、なんかそれの動画見て、はい、うはーとか結構じゃあ女の子のアイドルが好きなんですか？そうですね、はい、今推しの推し面誰ですか？推し面、うん、AKB さんだったら小島春菜さんです。ああ、小島春菜、かわいいね。かわいい、そう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 、出てます。やっぱり女の子ね、小島春さん一番人気あるんじゃないかななんて思うんですけどね。なんか女の子のツボをつく体型、雰囲気、うんうん、ですよね。そうですね。私の友達も結構小島春好きみたいな子多いよね、女の子で。私高見長なんだけどな。ああ、なるほどね。ちなみにちょっとみんな聞いていこうか、なんかあります？推しメン。推しメン高見長。高見長。みーちゃん。みーちゃん？みーちゃん。大島優子。ああ、かわいいね。ほか好きな人います？高見長。あ、やっぱ男が多いね。私ともちん大好きですね。ともちんかわいい。ともちんかわいい。ギュッとしたい。ギュッとしてる男だけど。おっさんおっさん。うん？そしてネクママサトさんが来てくれました。ありがとうございます。こんにちは。今ちょっとアイドルの話盛り上がってるんでね、なんか視聴者さんもなんか推しメンとかいますか？最近 AKB の推しメン、さきこさんだって、うん、さきこさんって松井さきこちゃん、はい、こっち系の子なのね。トミーさんがちょっとね、あのなんか連帯感っていうかね、うん、同じだなって言ってくれてますね。そして端っこに嵐の大野くんがいるよって。どこだね。あー、わかるわかる、あれなんだよね。わかるわかる。過去にね、どっかまだここじゃない時に出た時にも大野くんがいるって。あー、わかるわかる。大野くんに近くなってない？わかるね。イケメン、イケメン、ベロがない、ベロ出さない危ない危ない、怖いな。ここ近いするべきじゃなかったかな。そうだから、そうよ、安全とだから大丈夫よ。そっかそっか。視聴者さんがテイヨンが好き。僕テイヨンが好きって。テイヨン、東方神起とかそういう感じですかね。韓流ですね。韓流、かわいいですよね。ヘアとかその辺だよね。セクシーですよね。みんなスタイルいいし、でもね、きっとトーミーさん的には、うん、ジュリアンターンだよね。トーミーさん、トーミーさん、ありがとう。あの身長ちょっと足りないんですけど、まあそこはちっちゃいけど頑張ります。そこが多分可愛い。少女時代だっぺだっぺって、だっぺ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 、少女時代も可愛いね。真ん中考えてやっぱ韓流好きの人多いんですかね。ね、今ブームですね。ティアラとかも出てて、ね、雫人の発言潰すなって言ってその距離でも、ね、割って入ってきますからね。さすがっすね。すごい。そんな感じの、まあちょっと AKB とかアイドル好きのののかちゃんでした。はい、ありがとうございます。萌え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 っていっぱい弾幕とかあったら萌えとか言ったの。ニコ動じゃないんだから。ではでは続きまして、はい、大野くん。大野くん、イケメンの大野くんに自己紹介してもらいます。はい、少年風アーティスティックタレント、うん、ソラです。ソラさん、大野さんありません。
ブログやってるんで、よかったら、あの、空の音検索で来ていただけると嬉しいです。そらちゃんはミュージシャン？ミュージシャン。ちょっとダメだよ、神々様映しちゃう。いい髪持ってるね。どういう音楽をされてるんですか？アコースティックギターで弾き語りを。弾き語りなんだ。ギターできるんだ、かっこいい。いいですね、弾き語りってね。え、ライブとか近々やる予定は？やりますね、10月にいくつかライブが入っているので、ブログを見ていただけると嬉しいです。あ、なるほど。詳しくは皆さんブログを見てあげてください。チェケラ。ちなみにですね、あのご自身のやってる音楽は、まあ、そういうアコースティックティックギターなんですけど、危なかった、今噛みそうだったね。ギリギリいったね。ギリギリ。好きな音楽とかあります？普通に普段聴いてるような音楽とか。嵐です。嵐、好き。で、嵐の推しメンは誰ですか？大野くん。本当にそうなんだ。大野くんいいよね、ダンスも歌も上手いですね。三玉さん笑ってますね。そのまんまやみたいな。まちなみに私は桜井翔くんが大好きです。大好きです。私ニノが好き。あら、ニノ美形だよね。私もニノ好きだな。ニノ。他みんな誰推し？私相葉くん。相葉ちゃんかわいいね、おしゃれだしね。私怪物くん。あ、大野くん。大野くんね。あ、じゃあ結構大野くん推しの人多いですね。大野くんたまにすっごい微妙な顔しません？いやでもダンス上手いし、あの人何でもできますね。絵とかもね、すごい描ける。釣り好きとかね、なんかすごいいい人そうだなと思って、一度お会いしたいですね。ライブ行きたいですね。ライブ楽しいですよ。トミーさんが嫉妬って言ってますよ。嫉妬ダメだよ、ジュリアちゃん。他の男の名前出しダメですよ。ちょっとね、今日なんかなんたら推しとか多いね。多いね。そっから言ってますね。あ、新しい方、あと、はい、クレイジーセブンさんとミスターマスクさんが、ありがとうございます。ありがとうございます。マスクさんはまた常連さんです。常連さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はなんかなんたら推し面とかが流行ってるんで、視聴者の皆さんもなんか推しの方がいらっしゃったら書いてもらったらね、そこから話も広げていくんで、よろしくお願いします。なわけでミュージシャンのそうちゃんでした。はい、ありがとうございます。ではこちらに行きましょう。こっちも空ついてる。あ、本当ですね。はい、一応女優です、紅空と申します。紅空ちゃんでーす。あれ、ベニサラのブログというのがタイトルなので、ベニサラで検索していただければ、はい、多分出てくると思います。多分絶対出てくるよね。アメブロです。はい、アメブロです。ぜひ皆さん検索してください。タロットがうまいね、ベニサラさんね。私も一回ドラマとか。女優さんってことは結構そういう舞台とかの活動されてるんですか？最近はあまりしてないです。あ、そうなんですね。じゃあぜひあの舞台の活動などあればね、みんなで見に行くんで。はい。今一番じゃあどういうことをなさってるんですか、活動的に？活動的にはオーディションを受けまくって落ちまくって。あららら。どういうジャンル？やっぱ女優さんを一番やりたい。舞台がやりたい。舞台女優。いいですね。じゃあ結構いろいろ見に行ったりとかされてます？ミニはあまり行けてないですね。あ、そうです。出る専門？はい、そうですね。おー、なるほど。そっか。舞台面白いんで、私も大好きなんでね。本当に。まあ、後でね、舞台の話は舞台出る人が一人いるんで紹介するんですが、次。今悩んだでしょ、ちょっとね、飛ばしたかったけど。いいよ、飛ばしても。最後でもいいよ。いやいや、いいですよ。次、行きましょう。順番で。はい、順番で行きます。どうも、はい、皆さんバケツの準備できてますでしょうか。宝木しずくです。おはなばたけというアメーバブログでやっており
ますので、皆さんペタとか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 お待ちしております。読者申請とかお待ちしております。読んでみてください。あとですね、告知をさせていただきますね。はい、なんかたくさんあるんですよね、告知が。2個だけ。ライブとかじゃないんですけど、私、しゃべりの相方と一緒に YouTube の方でラジオを流させていただいておりまして、いろんなミュージシャンの方をお招きして、撮っております。はい、でありがたい話に着々と視聴率の方が地味に地味にやって、そんなに経ってない割に結構、はい、上がってきまして、ありがたいですね。リクエストの方もいただいたりとかして、ありがたい話、はい、皆さんもぜひぜひ毎月第2第4金曜日配信でございまして、はい、何回でも何度も見れたり聞けたりしますので、声で偽ってます、声で嘘ついてます。声だけなんで結構作ってます、声。あ、なんか姉さん、なんか50分後でいいんじゃねえ。50分後でいいんじゃねえ。マジ、ちょっと本当まだもうやらせて、お願いします。はい、あともう一個、私最近、はい、アメーバーピグを最近やっと発動させまして、はい、ちょっと噛んでて、はい、東京ドッカン金曜日広場っていうのを私作りましたので、はい、皆様交流できたらなと思うので、いいですね、ぜひジュリアちゃんとかもノロちゃんとかみんな入っていただきたいので、トーミンさんとか、トーミンさんとか、トーミンさんとか他にもね、いつも、ね、見てくれる方全員とか、もう初めて入った方でも、ぜひ来ていただければ、はい、こういう時は私ちなみに夜中にほとんど出没しますので、いいですね。こうやってね、なんかドッカンのメンバーがね、みんなでちょっと遊べたら楽しいですね。アメーバ。そうなんです。やりたいなって言ってたじゃないですか。うん、なので作っちゃいました。お、はい、ありがとうございます。はい、あと新しい方が来てくださったかな。あ、いや、多分さっき消えてまた猫間さんが戻ってきた、はい、落ちちゃった感じですね。落ちて復活したされた感じですね。で、ジュリアタン、ピグ放置だよね、はい、放置ですね。全放置ですね。なんかね、凝り出すと本当にね、ダメなんだよね、私ね。結構ね、あと髪型変えるのにね、飴いっぱい拾わなきゃいけない。コロコロ変えてるんで、ちょっと今日も短すぎてね、ちょっと恥ずかしいんですけどね、今オンザだし。え、でも可愛いと思う。本当ですか？ちょっと恥ずかしいんで。私短い方が好きだけど。本当？昨日も髪の毛自分で染めたんだよね。え、自分で？整えるように色変わってるもん。そう、髪の毛染めてます。ここ。ちょっとね、ピンクアッシュっぽくしたの。そう、こういう色にしたいの本当私。もう髪の毛ね、シャンプーした後ね、伸びるんだよね。あのビニールみたいになって、でこうドライヤーかけてると、パラ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 みたいな。わかるわかるわかる、うん、これはきっとね、ブリーチした人しかわからない内容、朝起きたら枕にね、なんかこう死骸がいるのね。わかるわかる、ブリーチするとね、やばいですよね。あんまり髪の毛は大切にしましょう。なんでこれ、しましょうって言ったから、なんでこれこれ。で、告知他にありますか？大丈夫です。はい、じゃあありがとうございます。にぎやかし担当のしずくちゃんでした。お願いします。そしてどっちから行こうかな。舞台の話さっきしたから、じゃあ舞台の爆弾。はい、はいはい、どうもこんにちは。爆弾、はい、爆弾、社会に羽ばたく優しい爆弾、大場勝則です。大場だ。はい、なんだ。なんだそこ。すぐ分かる、すぐ分かる。ちなみに、ブログをやってまして、大場勝則の精神と時の部屋というブログタイトルでやらせていただきたいと思います。はい、皆さん検索していただいて、どうぞよろしくお願いします。はい、でそれで先ほども話があったんですけども、はい、そう、舞台ね、私見に行こうかなと思ってるんで、こちら、先週も一応話したんですけど、ちょっと先週の殴り書きで、はい、本当申し訳なかったんで、今度ちゃんと用意しました。はい、フライヤーです。劇団コンペイト新、イベント公演新愛子と玲子っていうタイトルで、コメディですね。コメディで、結構最初から最後までコメディやって、吉祥寺のスターパインズカフェというところでやってます。何の役？自分はですね、まあ主演、まあそうですね、はい、ヒロインに追っかけというか、まあ結構チンピラのチンピラ、まあチンピラなんですけど、まあヒロインは好きなチンピラ。ああ、恋するのね。ざっくりあらすじ、そのオチとかいらないんで、こうざっくりどんな感じの話ですか？時代はいつぐらいの？もう本当昼のメロドラマ、現代のコメディみたいな感じですか？本当結構セレブな家の、はい、うん、家柄での一の出来事っていうの、コメディで主人公の女の子に結構みんな恋するような話ですか？主人公の女の子2人が、ある男の子、はい、まあ、ここにいるこの方なんですけど、うん、この方に2人が恋するんですよ。まあ、いわゆる恋の三角関係というか、を描いた
おお、なるほど、面白い写真、私もちょっと見に行こうかなと思ってるんでね、うん、あれですよね、ぜひ皆さんも第一週目やっけ、うん、椿くんも出てるんだよね。あ、そうなんだ、うん、そうそうそう、あ、ね、猫の猫のそうそうそう、だからドッカンメンバー2人出てるんで、はい、行きましょう。あ、トミーさんが、うん、男はさっさと終わらせように言ってきました。、はい、一応そうですね、時間だけ教えて、あの時間はあの、うん、10月18日の、はい、うん、1回目が17時、5時からで、はい、2回目が8時からになってます、うん、はい、まあ、で詳しくはブログの方でやってるんで、よろし、はい、よろしくお願いします。私も都合ついたら行きます、はい、うん、まあ、今日はゆっくり、ね、ゆっくり時間あるんでゆっくり行きましょう、はい、ゆっくり行っちゃいましょう、はい、で新しい方来てますね、うん、ありがとうございます。ホタテ担当、あと、うん、あのトロドロックストゥプスさんが来てます。大丈夫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 、いるじゃん。ドロックス、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 ドロックストゥプさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ミクマさんが電池やばいので、はい、サラですって言ってしまいました。寂しい、寂しいね、寂しいね、お家帰ってアーカイブ見てもらうのかな、寂しいな、うん、ん、そしてそしてさっきの紙ですね、うん、ジュリアさん似合ってるよって、はい、エビタマさんが言ってくれてます。そしてそして、うん、さっきのあのベニサーちゃんのことですね、女優大好物ってエビタマさんが言ってくれましたよ、はい、うへへへって言ってますね。ちょっと危ない。ぜひ応援してあげてください。お願いします。なわけで、おばくん他に告知とかあります？はい、今ないです。本当ですか、はい、あら、じゃあじゃあ皆さん、皆さんみんなで舞台を見に行きましょう。こちらにも詳しく載ってるんで、はい、検索よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではでは次行きましょう、どうぞ。はい、はじめましてじゃねえよ、うん、常連さん、常連さんじゃねえ、久しぶりです、チュラです。はい、玄米さんの影響で毎日酢を飲んでます。へぇ、健康に玄米の大米ね、大米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 のせいで大米のせいで健康にね、気を使う感じで、はい、で、ブログが一応、うん、チュラのイチャリバユチョーデっていうブログと、あと、うん、あのこの仕事を始める前からアメブロで、はい、モモリンのつれづれ日記っていうブログをやっておりまして、こちらではこちらで書いてないこともちらほら。で、どういうことを、違うこと書いてたりするんですか？まあほとんどコピペなんですけどね、はい、あのたまにちょっとあの、うん、ここでは書けないような、あら、あら、あら、そんな秘密な、言っちゃっていい、言っちゃったけど今ね、あら、そんな秘密、チュラの秘密が、秘密が、チュラの秘密が、秘密って言っちゃってるけど、秘密じゃないよね、秘密だな、ガッツリ、ちょっとね、ちょっと 裏のね、一面を見たい方は、ぜひぜひ、毒吐きまくったりとか、あららららららら、言っちゃっていいの、言っちゃっていいの、雨風呂、雨風呂かけすぎるやろ。何でしたっけ？あ、何？いや、アメブロはアメブロ。アメブロアメブロだよ。アメ、アメトモ。アメトモ？アメバ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 限定の。ああ。ああ。そうか。あの、乗っけられないようなこととかを書いてるんで、よろしかったら。知りたい方はアメバ。申請してください。何やらテストの告知。アメンバー認証して、うん、アメトモってツッコミが来てるね。アメトモじゃねえよみたいなね、ツッコミが来てます、うん、私もタロットできます。うん、おお、結構占うんですか、いろんなこと。ああ、うん、最近また始めたんで、うん、あのちょっと勘がまだ戻ってないんで、うんうん、あれ勘なんですか、ま、なんか多分ね、こうオーラ的なものがあるのかな、集中力とか、あとあの、うん、カードがこう伝えてくる意味とかを読み取れなくなっちゃうんですよ、うん、結構みんな占い信じる派ですか？信じる、あ、占い、いいことだけ信じる、いいことだけ信じる、いいことだけ信じるよ。あの結構ね、朝とか血液型占いとかやって、うん、こうへこむんだけど、うん、もう家出るとき忘れてるみたいなね、こういうか、あるよね、確かに、悪いことは確かに、いいことだけは信じる、うん、結構ね、占いは好きな人は好きですよね、うん、あれ統計学だから ね、私が大好きな話になっちゃうけど、うん、統計学でこう、うん、ね、うん、一回当たりすぎちゃって怖いって言われて、うん、
辞めたことがあるんですけど、それからしばらく占いをしてなくって、それでまたちょっと始めてみようかなと思って始めてみたんですけど、これなんか視聴者さんが占い師いじめる派とか書いてるね。ちょっとわかるかも、まあね、なんかホラ吹き野郎がみたいな ね結構ざっくりとね、占いって結構ざっくりと言ってたりこう ね、なんか当たってるなってやっぱ思うから、私の中で占いはどっちかというと、なんだろう、例えば人生で困った時とかに占ってもらうのは、後押ししてほしいとかね、引き止めてほしいみたいな人がやっぱ行くのかななんて思ったりして、自分の中で納得するためにね、そういう意味でアドバイザー的な感じでね、占いっていうのはいいなとは思いますね。あんまり占いに依存しすぎちゃうのも、やっぱり、そうです、だって占いってだってマニュアルあるじゃん、夢を潰さないで、夢を潰さないでね、はいはい、夢を潰さないでね、はいはい、はい、ミッキーの中にも人は入ってないよ、ミレちゃん自分に言っちゃったよ、あ、そう、トーミーさんとかね、友人の占い師が当たるから信じざるを得ない派って言ってた、やっぱりね、自分がね、体験して本当に当たっちゃったりとかしたらね、信者だったりしますよね。この前教えてもらったんだけど、こう髪の毛を1本抜いて、中に五円玉を通して、自分の年齢だけね、振ると、振って、だんだん、あの私が20なんで、だんだん、そう、振り子がだんだん多くなってきて、すごい、怖いぐらいガンガン回る。そう、回るんですよね。その時は結婚する年っていうやつなんですね。あ、そうなんだ。ちょっと今日帰ってやろう。あ、回んないかもしれない。こうやってるうちにプチッとか切れてる。やだこれ。ショックそれ。このぐらいしかないのにさ、ちょっと待っても怖いよね。確かに。で、それ男は切れたどうしようかな。男はね、ちょっと君は無理かな。うん、いろんな意味でね。いろんな意味で。あれ、法律的に結婚できないから。あ、そっか。カルフォルニアかなんか行ったらいいじゃないよ。回っても回っても結婚できねえよ。そうだよね。確かに。ちょっと説明、占いね、でも面白いですよね。そんななんかタロット占いをされるチュラさん。あら、持参で。早速。お守りに。本当だ。あ、かわいい。あ、結構使ってるね。使ってるね。かわいい。かわいい。使ってるね。絵がかわいいんで。こういうのってさ、なんかこう。1枚ください。こういうのでなんかほらよくさ水晶とかのパワーストーンだったらさ飾ってさ気をこうきれいにするとかあるけど、これタロットとかもそういうのあるのかな、なんかちゃんとしまってあげる箱とかさ、いや赤い布に包んでおいてください、あ、やっぱあるんですね、ほらベニソラちゃんもなんか赤い布に包んで、やってたよね、いや布には包んでないんですけど、赤い箱に入って、あ、やっぱあるんだね、赤は、ね、ここまで綺麗にはしてかなり年季が入る、ね、すごいですね、ぜひなんかみんな占ってもらいましょうか、後で後で終わった後にやってほしいですね、はい、ありがとうございます。はい、ここで4人が、指玉さんから、僕も占ってあげよう、今夜東京に雨が降るぜって言ってますね。あ、本当に占い方だな、すごい、指玉さんすごい、嫌だな、占い困るんだけど、困った、持ってきてねえな、大変、そして、はい、なんか、まあ、当てられちゃしょうがないねってね、信じざるを得ませんねってね、結構いっぱい書き込んでいただいてますね、なんかこういいね、励みになったらいいなと思いますね、占いってね、引っ張られ、悪い方に引っ張られちゃうとあれですけど、プラスに引っ張られる分にはいいと思いますね、はい、そんなわけでチュラさんでした、はい、ありがとうございます。ではでは、ちょっとここ真ん中を抜きまして、はい、今日のチャッターさんでいいかな、はい、今日遅刻してないんだよね、珍しく、なんだ今日遅刻しないんだよ、8分ぐらい前に来ちゃったんですよ、でも8分だからね、だから逆にエビ玉さんの言った雨降るかもしれない、あ、そっか、そういうことが起こっておかしいよね、やっぱおかしいよね、本当はみんなもっと30分ぐらい前に来てるもんね、一応ね30分前ぐらい集合だからね、チャッターさん、そうなんだ、そっか、今日遅刻してないのってトミーさんが驚いてますね、私もびっくりですよ、あの遅刻してないというよりは自分の中で遅刻してないんだよね、そうだね、8分前だからね、8分前はこう1分ずつちょっとずつちょっとずつね増やしてもらってね、なるべく30分前ぐらいに増やしてもらって、幸せとかできるように、今日ちょっと早く来すぎちゃったかなって、8分前だ、8分前ってって突っ込まれ
れてる。あ、本当だ本当だ、ホタテタン、うん、一応ね、入りは20分だからね、40分くらいなんだよね、そうなんだね、ほんとに。あ、そうなんだって、そうなんだって、しまった。はい、そんなゆりちゃんですか。そんな、はい、こういう名前です。はい、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 はしょったね。はい、グリーンと目黒でブログやってますので、はい、うん、はい、ベタとかね、コメントとかお願いします。はい、お願いします。そして、これはもう終わっております。頑張って書いてます。なんで載ってるの。はい、外前にね、でも、はい、頑張って書いたらね、消しません。はい、そして、そして、はい、はい、そうですね、うん、あれかな、あれかな、あれだよね。あ、じゃあ、とりあえずこれ、はい、とりあえずこれいきましょう。じゃあ、これまだあのずっとアップされてるので、神奈川県のイメージガール的な感じなので、うん、はい、何か、はい、親族に非行があった場合とか、なんで、なんで、本当に縁起でもないよね。そんな、そんな時もよろしくお願いします。なるべくお世話になりたくないけど、お世話になる時はぜひ、ゆりちゃんとこに、はい、はい、いろんな、何でもね、あの、うん、あのキリスト教でもイスラム教でも何でも、ね、うん、やりますので。あ、え、そうなの。はい、なんかもう、無宗教でも何でもやるって感じなので、はい、宗教でも、はい、無宗教でも、ね、いろんな宗派何でもね、取り行っておりますので、行っちゃってください。はい、行っちゃってください。行っちゃってください。そのスケッチブック長持ちだよねって。あ、そうなんですよ、すごい。いっぱい書き込んだ。そうなんですよ、結構。でも後ろ、今見たら後ろなかったね。そう、特にね、あんま書かないんですよね、よっぽどのことがない限り。あとあれは、あ、そうそうそう、一昨日告知してたんですよ、 JKG の、できてない、あの48の総選挙があるので、うんうん、あ、はい、はい、JKG というのは、はい、J ネットキックボクシングガールズの略なんですが、そこの、はい、いや、私がやらないですよ。イメージガールね。イメージ、うん、そこにラウンドガールなんですね。うん、こう、あのな、こうパネル持って、K1 で やってた子ね、藤原紀香さんみたいな感じですね。そうそうそう、1ラウンド、1ラウンド、1ラウンドですよ、みたいなのを伝えるっていうね、うん、やつをやってるので、そこで選挙がありまして、はい。はい。あの、J ネットの、うん、あの、そのね、うん、あの、メルマガで、あの、はい、投票もできるので、ぜひぜひ、はい、そちらでも投票よろしくお願いいたします。で、投票してこう票が集まったら、結構なんかグランプリみたいな感じで、あ、そうなんです、そこからまたなんかいろんな、お仕事につながっていくみたいな感じなので、多分いろ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 、うん、そういう感じなので、よろしくお願いいたします。はい、皆さん応援してあげてください。応援してあげてください。水着、あ、水着ですね。水着ですね。ゆりちゃんの水着が見れますよ、皆さん。久しぶりに撮影会、最近ないんで、ラウンドガールで久しぶりに水着着ました。うん、おー、はい。ね、最近総選挙多いなって言ってね。やっぱ AKB さんとかがね、じゃんけんね、やったりしてる影響もあるのかな。あ、ゆりブログサボらないでねって言ってましたね。痛いとこついてきましたね。うん、最近結構1週間とかサボったりしてましたからね。あららら、うん、みんなね、待ってくださってるからね、うん、すみません、ありがとうございます、そう言っていただけると、うん、頑張ります。今日は書きますから、今日は書きますから、はい、今日はって言っちゃったよ。今日もではなくて、うん、今日はね、これの話書かなきゃいけないから、ね、そうですね、うん、他に何かあります？告知的な。他に何かあったかな、うん、他に何か、じゃあ特にないかな。じゃあブログで。ブログで、そうです。ブログに、とりあえずブログ、うん、ブログに来てください。はい。はい、さっきの足の形が書いてあるブログね。うん、意外にね、足の絵上手なんだよね。そうそうそう。絵心ありますね。ずるん、こういう感じでね。はい、お願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ゆりちゃんでした。さあ。ではでは、お待たせしましたよ。はい、2丁目でアイドル、はい、佐藤芽ゆきです。はい、はい、今日はちょっとガールしかいないんで、うん、すっぴんで、うん、手抜きして、あ、そういう、ちょっと待って、ガールズしかね、ここいるけどね。俺はおかまメンズだけど、うん、あのタイプじゃない。ガールズにないと、そういうことか、イケメンいたら、ね、がつい頑張るけど、ね、じゃないから、確かに、ガールズしよう、なんだろう、心に苦しいんだ、手抜きしちゃったのね、手抜きしよう。はい、で、はい、アメーバでオレンジローズでやってるので、うん、はい、ペッタコメントお待ちしております。うん、そして告知が一つ、はい、はい、10月8日の土曜日にライブをやらせていただきます。はい、はい、外部なんですけど、うん、今通ってるスクールのイベントがありまして、そのミュージックスクールウッドっていうスクールに通ってまして、うん、そこの新宿御苑ウッドアネックスホールの3階で
ライブをやらせていただきます、ね、今視聴者さんからさ、視聴者に乙女ちゃん好きなイケメンがいるかもしれないぜって、ここで手抜いちゃダメ、見てくれてる人にイケメンがいるかもしれないっていうね、まだ見ぬイケメンのために、会いに来てくれるかもしれないよね。あ、うん、ぶっちゃけぶっちゃけでいい、うん、メイクする暇がなかった。あら正直言うとメイクする暇がなかったから、うん、あら時間だからね、イケメンは関係なかったんだよ、イケメン全然関係ない、今作ったそう、ぜひね、皆さん乙女ちゃんに会いに来てもらおうというね、うん、チケットはないんですけど、うん、ドリンク代の500円で入れるので、うん、入場料自体は無料なので、うんうんうん、500円でドリンク飲みながら聞いてください、うん、はい、ありがとうございます。場所もう一回どこでしたっけ。場所は新宿御苑前のウッドアネックスホール、うん、で自分は10番目に出ます、うん、1時からスタートなので、よかったら皆さん来てください、見に行ってください。私も昔通ってましたよ、うん、うん、結構そういう有名なところなのかな。ウッドはそうですね、結構昔から有名なところ、横浜にあって、うん、ボーカルスクールかな、ボーカルスクール、新宿とか結構いろんなところにあるかな、幅広く、うんうん、物知りやっぱ長く生きてますよね。何やってんの？なんですね。心が還暦です。心が還暦。すごい。そんな感じで乙女ちゃんの告知は他にありますか？もう大丈夫です。あ、OK ですか。じゃあ詳しくはまたブログの方とかでね、見ていただきましょう。ありがとうございます。それ先週から話してる。これみんなで流行らそうよ。みんなこれ。チェキラー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 。オンデマンド見たからわかるよ。そんなこんなで、ではでは私の告知を、特にそんなにいっぱいないんですけど、佐藤ジュリアでーす、うん。ジュリアちゃん。はい。ずっと MC させていただいてます。あのブログはジュリアライブです。アメブロです。佐藤ジュリアで検索していただいたら出てきます。あとですね、ずっと遊んどこっていうフリー情報ペーパーの方でですね、定期的にモデル的なことをさせていただいてまして、11月号に超大変身をしましてですね、あのプロのメイクさんとかカメラマンさんとかに撮っていただいて、まあ、びっくりするような私じゃない顔が見れると思いますのでぜひ関東高閲版で15万部配布されてるんで、よかったらお手に取って見に来てください。あとですね、遊んどこさん関係でちょいちょいいろいろあると思うんで、ぜひブログの方を見てください。よろしくお願いします。あとこれ言っていいのかな、ぼちぼちまた新番組なんかが始まっちゃったりして、この辺のメンバーでちょっとやっちゃったりする話が、ちょっとあんまり詳しく言えないけど、カクカクのブログを見ていただいて、チェックしていただいて、そっちも観覧に来ていただければと思います。はい、結構ね、新番組をいろいろやらせていただく予定があるんで、よかったら皆さんまた見に来てください。ありがとうございます。あ、そして富さんがジュリアとできてますね、ありがとうございます。ドロックスツープさんも初めてのコメントパチ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 、ね、ありがとうございま す, います。そしてトミさん、関東版見れないって、うん、あっちのあったかい方なんでね、あ、トミさんの体重が、うん、多分全国版にも載ってるのかな、また聞いてみます。あれだったらまたね、ブログの方にも告知とかもしたり、ちょっと社メールとかね載せようかなと思ってるんで、よかったら見てください。髪色が違くなってるバージョンですよね、それ。そうですね、髪色も違うし、ね、メイクさん、やっぱね、プロのメイクさんがすると、うん、自分でやってると自分の好きな顔とかね、自分がやりやすい顔になっちゃうんだけど、うん、やっぱ人がやってくれるっていうのは全然違う顔になるんでね、出来上がったゲラをですね、うん、まあ、うちの親に見せましたらですね、うん、誰とで、なんかあのうちの父親がね、母親にメールしたんですよ、うん、そしたら、うん、まあ、父親に見せたんですね、うちの娘がこんな顔になりましたと、うん、そしたら、うん、お父さんがね、お前これ俺がもしこう なんかお前に事故があって、うん、その写真をね、うん、お宅の娘さんが何かちょっと事故あったんでこれ確認お願いしますみたいな来たら、うん、絶対わかんないと娘じゃない散々言われたメールが来ましたね。これみんな見たくないですか、見たいです、言うってことを見たいですよ、なんか昔の CM のナオミヨみたいな状態ですよね全然やっぱ違うんですよね、あのノブちゃん、ちょっと違う、ちょっと違うんだよ、この前の写メ、うん、この間の写メです、うん、あ、超綺麗あれ、全然感じないよね、黒髪の写メ、違う、あら、あら、うん、うん、うん、まあ、いろいろね、秘密、秘密、ちょっとね、ミッフィーちゃんしておきます、うん、全然ね、本当にやっぱつけまつげ一つでも顔変わるしね、うん、女の子は化粧一つでね、全然変わるんで、うん、まあ、女はいつでも女優ですよね、振るとこ間違ってる、おかしい、おかしい、いろいろおかしいよ
だから。バケツが、バケツの用意を、皆さんバケツの用意を、バケツがいるね。モザイクかけてくるね。あ、飲んじゃった。そんな感じでですね、本日の自己紹介終わりました。ちょうどね、30分、うまいな私。綺麗に伸ばしますね、30分なわけでですね、本日のテーマは私が考えてきました。あ、噛んじゃった噛んじゃった、しょうがない、噛みました。ですね、秋にちなんで、読書の秋ということでですね、本日は皆さんのおすすめの本というのをいろいろ持ってきてもらってます。結構ね、本を読む機会って最近ないんですよね。キラちゃん忙しいからね。まあそれもあるけど、活字を読む機会ってなくないですか。やっぱり ね、インターネットが流行ったりとかで、どうしてもね、その動画媒体だったりとか、あとメールにしても文字を書くこともなくなったりとかね、するんで、まあせっかくなんでちょっとこう本を読んでみようということでですね、皆さんおすすめの本を持ってきてもらったんですが、どうしようかな、これみんなこうサクサクサクっと一人ずつ紹介してもらおうかな。人数少ないしね。うん、そうですね、いけるんじゃないか。じゃあですね、今度こっちから行こうかな。お、はい、後ろから行きます。最初から出落ちてから。はい、おすすめの本が、おすすめの本こちらです、トイレで笑える雑学の本。おお、雑学。はい、私雑学ずっと好きで、中学高校ぐらいからずっと雑学が好きで、これは高校の、まあ、部活の顧問の先生にいただいた本なんですけど、もうね、面白いですよ。なんかいろんなね、こうたまに冊子のこういうね、いろんな冊子の絵がついてたりするんですけど、読みやすそうですね。そうなんです、ちょっとした絵が入ってて、私昔からこういまだにパソコンとかそういうネットとかが弱いアナログ人間でして、どっちかしたらこういう本とか手紙を書いたりする方が好きなので、なんかキャラ違いのこと言ってますけど、私、はい、これおすすめですよ、マジで。例えばどんな雑学が、一つなんか面白かった雑学とかあります？これですかね、ちょうどいいタイミングで開いたんですけど、はい、ベルサイユ宮殿の武道会は弁慶寺さんっていう面白いタイトルがある。弁慶寺さん、なんでだろう。面白いんですよ、すごいですよ。なんだろう、昔トイレがないからかな。まあでもそういうことですね、ドレスとかね、トイレないからね、結構その辺にこうね、下々のものが。あ、そっか、そうです、この前ハイヒールはうんこ踏まないためって言ってたもんね。あ、そして今濁したけど言ったね。それはね、避けたのに今。あれあれ、まあまあ、優秀だからありだよね。そういう、あったね、うんこうんこ、おとつい、おとついのね、あの秋の祭典でね、ありましたね、クイズで、なぜハイヒールを履くかとかいう、ハイヒールの由来、ハイヒール履くようになった由来ですよね。結構ね、昔はそういう、なんだろう、下にトイレがなくて、みんなしちゃったっていうね、話があったりして、なんか香水とかもそういうのの匂いが分かんないようにするためとかね、で、香水が流行ったとかありますもんね。そういう雑学があるもんね。そうです、これちなみにで、トイレで笑える雑学の方なので、中身がそうじゃないのもあるんですけど、結構そのトイレにまつわる雑学の方が多くなるんですよ。そういうことか。で、ほんとね、これ結構何回も読んでるんです。私1回読むと、結構ね、10回20回平気で読み返しちゃうんで、ほんとね、面白そうですね。次にね、私、ほんとは暗いんですなんてね、話されちゃったけどね、はい、暗なんですよ、私。で、面白いのおすすめです。おすすめ、なんか、多分ね、古い、もう多分新刊じゃ普通の本屋さんで売ってないんで、古本屋さんとか行けば多分売ってると思う。今なんかアマゾンさんでね、ググっちゃって、探したらね、すぐ出てくる。ありがとうございます。そんなトイレの本でした。はい、先生、それはトイレ以外でも読んでもいいのですかって三玉さんが言ってますね。多分ね、トイレ、私これ平気で電車の中でも読んでました。はい、なんで大丈夫。でも逆にトイレでこうやってずっとこのだけの厚さ読んでると、なんかフンチがね、フンチが多分出ます。言っちゃったよ、言っちゃったよ、催しちゃうね、催しちゃいます。大丈夫です。本屋さん行くと、本屋さん行くとトイレ行きたくなりますよね。催しませんか、私だけですかね。姉さん自体が雑学の範疇って来てますからね。それはどっちの意味、いい意味ですかね。プラスプラス、 OK。 はい、そんなわけでサクサクいきましょうか。はい、はい、ありがとう、待ってたよ、はい、待ってたよ、ありがとうね。時間がね、あるんでね。はい、じゃあ次どうぞ。はい、私はこの悪の娘緑のビーゲンミートというファンタジーライトノベルかな。そうですね、ニコニコ動画で悪の娘という
歌がありまして、うんうん、それが元になった小説です。悪の娘、悪の召使い、うん、あとリグレットメッセージ、白の娘という歌があって、これは2冊目で主に白の娘というキャラクターがいて、うん、その子のお話です。なるほど。悪の娘も若干出てきます。結構ファンタジーでね、面白いですね。そういうなんか歌からね、インスパイアされて、そういう小説ができるっていうね。逆、普通ね、なんか逆とかが多いだろうけど、そういう歌から作るって面白そうですね。はい、うん、今期のライトノベルですね。そうなんです、うん、おすすめだそうです。おすすめです。じゃ結構そういうライトノベルを読む機会が多いんですか？そうですね、基本こういうファンタジー系のものが好きなので、そういう感じの本ばっかり読みます、うん、ファンタジー面白いですね。私もすごい好きなんで、うん、ファンタジーは私の年代だとあの、ね、ロードストーン前期とかがすごい流行った世代なんで、うん、みんなわかんないよね、うん、きっと視聴者様はわかるというか、トニーさんとかはわかりますよね。上の世代の方だったらわかる、うんうん、もうファンタジーといえばロードストーン前期ですね、私の世代、まあ、私から上の人とかもそうですけども、うん、で、ではでは次行きましょうか。はい、うん、かわいいわ。ダメ犬グー11年プラス108日の物語、うんうん、後藤康之さんの本ですね。へえ、まあ、どういう感じの本でしょうか？笑える、じんとくる、涙が止まらない、うん、これは犬グー、そのまま読んだ、感動もするんだ。感動しますね、これは電車とかで読んだら絶対ダメな感じの、うん、ちょっと読みやすく、自分文字読むのがあんまり得意じゃないです。同じ同じ。こうあのエッセイみたいになってて読みやすい、かわいいようになってるので。あ、ここがパラパラになってんだ、かわいいですね。かわいい、かわいい、読みやすそう。最後すごいボロ泣きの、あらら、うん、犬を飼ってる方、犬飼ってるから、一時期ね映画にもなりましたよね、犬の獣のね、うん、ああいう感じなのかな、ハチみたいなやつですよね、ハチ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 公、ハチ公もだけど、洋画のやつじゃない、うん、ハチ公物語もだけど、ほらなんだっけ、獣のね、幼獣豆島、獣のやつとかあったね。そういう感じでちょっとこうワンちゃん飼ってる方には結構そうですね、身に染みる話なのかな。ワンちゃん飼ってない人でも好きになれるんじゃないかなという本ですね。なるほど、はい、おすすめです。ありがとうございます。ぜひねワンちゃん飼ってない方も一回読んでみたらワンちゃん飼いたくなるかもしれないですね。うん、うん、なんか視聴者さんがちょこちょこ書いてくださってますね。そうですね、トミーさんがロードス持ってますけどって言ってますね。やっぱり、やっぱり、持ってますけど。赤い彗星さん、あ、赤いネットコメントマークさん、ってくれました。ありがとうございます、常連さんですね、はい、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、香川県の赤い彗星です。うん、ちょっ、佐川県は3倍の人で、ね、絶対言ってるけど3倍の人で、ね、はい、3倍で1個もお願いします、うん、で香川県は雨降りですと、それでこっちに来るのかな、うん、あ、なるほどね、そっか、予言通りだとそうなりますね。ぜひね、あの、うん、視聴者さんの皆さんもね、おすすめの本とかあったらちょっと書いていってくださいね。で、エビ玉さん書き込もうとしたみたいなんですよ、うん、そしたら不適切な発言とかで書き込みませんって。な、どんなタイトル、どんな、どんな、どんなエロ小説、何エロ小説、そういうのはダメよ。どんなタイトル、官能小説とか、ね、ではでは次行きましょうか、ちょっと時間も押すもんで、うん、はい、どうぞ。はい、うん、雑誌なんですよ、はい、あと斬新だ、エンタメ、はい、やっぱそれはね、アイドルがいっぱい出てるからですね。SKEさんが載っててですね、うん、ポスターが2枚ついてるんですよ。ほう、はい、まだ開けてないんですけど、あら、ぜひ後でじゃあ、まだなんで読みましょう。かわいいよね、今ね、みんなね、どれが好き、どれが好き、どれが好き、うん、この中だったら、うん、チュリ、あ、私もおでもこの中に載ってない子が推しなんだよね。そうなんだ、結構男の人なんかはね、こういう雑誌を買われてるんじゃないですかね、うん、アイドル雑誌とか多いですもんね、うん、SKE やんって、うん、ね、SKE やんとか、ドロップクステップさんが SKE やんって、うんうん、面白いよね、うん、結構じゃあそういうアイドルをもうガンガン推してる感じなんですね。推してますけど、あんまりこういう雑誌買わないんですよね。あ、買わない、珍しい。これ結構じゃあアイドルの人ばっかりを、なんだろう、グラビア雑誌ですか。そうですね、うん、おっぱいです。おっぱいが大きいお姉ちゃんがいっぱい、おっぱいの、ジュリアちゃんみんな、みんなね、ジュリアちゃんかわいいですね。あ、いいね、こういうのね、かわいいね、推し、いいね、かわいい
そんなアイドル雑誌の紹介でした。まあ一応本ですね。すごい示したな私。ではでは、サクサクいきましょう。あと15分なんで。じゃあどっちか行こうな。はい、乙女ちゃんからどうぞ。はい。うん、私活字苦手なんで、はい、漫画持ってきました。おお、漫画。少女漫画のストロボエッチって漫画。はい、やっぱね、乙女ちゃんらしいね、持ってくるのが。超これ感動、うん、感動しない、あ、感動しない、あの分からないなんか、うん、すごい、うん、女の子だったら分かる、こう納得しちゃう、キュンキュンする、ね、男の子は、男の子は多分分かんないと思うけど、うん、なんか好きになった人が彼女持ちだったって、うんうんうん、あるね、あるね、でもそっからちょっと恋に発展しちゃう、あるね、結構ね、こうなんか少女漫画って展開ベタなんだけどね、やっぱね、ちょっとキュンキュンくるよね、キュンキュン、なんかこう好き同士なのに相手に彼氏できちゃったりとかして、なんかこうちょっとややこしくなるんだけど、たまにこううまくいきそうになるんだけど、誰か親友とかがまた好きになっちゃったりとか、ね、なんかややこしくなって、こううーんってなって、最後はどうなるのかっていうね、なんかね、うまくいくパターンもあったりね、完結してて、あ、完結してるんだ、よかったら読んでみてください。はい、ありがとうございます。少女漫画のおすすめでした。ではでは、今ですね、ゆりちゃんチャットしてくれてるんで、じゃあおばくんから行こうかな。はい。で、ちょろっといいですか。ほいほいほい。レッドコメントマークさんが、うん、来月東京に行きます。ありがとうございます。待ってます。ぜひぜひ、はい、来てください。待ってます。金曜日来てください。うん、待ってますよ。あれジュリアタがたまに浜崎あゆに見えるって、うん、美香さんがあゆっぽいね、ありがとうございます、そんなにそんなに褒めていただいて、あゆでーす、あゆでーす、すいません浜崎さんのファンの方、申し訳ない、本当に申し訳ないです、私もすいません、結構ね、いろんな人に似てるって言われるんですよ、あの一番言われるのはお笑いの友近さん、私実際友近さんと何度か仕事をご一緒させていただいたんですけど、すごい綺麗な方なんで、もう本当にね、ありがたかったりとか、あと熊田陽子さんとかも、あ、あと髪の毛黒くてロン毛の時は引田天功さんとかね、多分顔が濃くてつけまつげしてるからかな、ね、目が大きいからね、多分ジュリアちゃん、結構そういうなんかね、目がでかい人によく言われたったりとかね、片瀬里乃さんに似てるとかね、あ、今の髪型瀬川英子さんに似てるとかね、いろいろ言われます、はい、ではでは音楽いきましょう、まず本当はワンピースのストロングワーズを、はい、紹介したかったんですけど、うん、ちょっと人に友達に貸してもらって、こちらを、うん、運に愛される人、うん、中島かおるさんという方が、あの、準備されて、ここにはまあもちろん運について書いてありまして、はい、まあ実際開いてみると運は、まあ、こういうサイン書いてあったけど、サインが、うん、まあ、まあいいや、後でしょ、はい、サインとかまあ書いてあるんですけど、はい、まあ、サクサクとお願いしますね、はい、ですね、もう、もう本当に、うん、運に愛されるには何をしたらいいのかっていうのが、うん、本当この人の体型談から載って書いてあるものがある、うん、まあ、タレント業するにはね、本当に実力だけじゃなくて運もすごく大切なんで、はい、勉強したいですね、そういう運、ね、運命ってね、こう決まってるようで決まってなかったりとかね、自分で切り開くもんだ、ね、引き寄せの法則とかありますからね、やっぱり自分がそうなりたいと思って そっちに行ってたら自然と運命も引き寄せれるんじゃないかなという、出向の方にもそう、あ、書いてあるんですか、あ、じゃあ私も読んでみたいですね、ぜひ頑張ろう、ね、皆さん頑張りましょう、女になりたい、うん、いける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 よ、いけるいけるいける、はい、では続きまして、なんか同じような感じになっちゃうんですけど、はい、うん、心を浄化する言霊の力っていう、うん、本で、はい、これすごい年季入ってますね、もう何回も読み返していくんで、このボロボロになっちゃったんですけど、1ページ1ページに私は健康で豊かですとか、うん、豊かで幸せですとか、うんうん、私はとても運がいいとか、うんうん、私は必ず幸せになれる人ですとか、こう啓発的な感じですね、やっぱ自分に暗示をかけるって言ったらちょっと変ですけど、うん、どんどんこう前向きに前向きにしようという、うん、ポジティブにこう物事を考えていくと、うん、どんどんポジティブな人が集まってくるし、うん、逆にネガティブなことを考えていくとネガティブな人が集まってきちゃうよっていうようなことを書いてある本なんですよ、ね、うんうんうん、本当にそういうのありますもんね、あの、うん、何でも感謝して、うん、あの、ありがとうございます、ありがとうございますっていう言葉を言っていきましょうっていうような、うん、感じの本なんですけど、やっぱ人に優しくしてね、周りにも優しくしてもらって、みんなで上がっていけたらいいなっていうのが、うん、こういう本には書いてあるのかななんて思うんですけどね、そうですね、そんな感じの本ですね、うん、
皆さんもこうなんか人に優しくして一日一善、うん、みんなで楽しく、ね、うん、上がっていきましょうという紹介でした。あげぽよあげぽよっていう。あげぽよ。ジュリアちゃんは？私いいですか？うん、あれいいいい？あじゃあちょどうしようかな。じゃあ私先に行かせていただきます。何冊か持ってね。本当は一番私結構小説が好きで偏ってるんですけど、SF とかホラーとかファンタジーがすごい好きで、一番好きな小説の作家さんはスティーブン・キングなんですけど、今日はですねいろいろ持ってきたんですよ。このアガサ・クリスティのそして誰もいなくなった。これやっぱりね、もうね。本当に面白いんで、この絵とか、うん、あとですね、森博さん、私これすごい衝撃を受けて、何年前ぐらいですかね、10年前ぐらいに読んだのかな、うん、すごい衝撃的でですね、なんて言うんだろう、殺人事件とかをいろいろ扱ってるミステリーなんですけれども、うん、やっぱね、こう、まあ、ちょっと言葉があれなんですけれども、殺人者に理由はないんですよね、うん、人を殺す、なんかそんな分かるような理由がないっていうか、そういうのを突き詰めててですね、結構面白いお話ですね。聞いたことあるような、うん、あとですね、漫画で私最近すごいハマってるのがこちらです。アイアムヒーローといって、これはですねゾンビのお話なんですけれども、もし街中に、今の現代のね、街中にゾンビが溢れちゃったらみたいな感じで、へ、結構そういう、なんだろう、サバイバル漫画なんですよ。まあ昔流行ったドラゴンヘッドとかもね、地震でなんかこういろいろあったりとか、そういうなんか生き残り、生存をまあやっていくような漫画で、結構私はそのゾンビものとかもすごい映画が好きなんで、はい、あとまあね、まあいろいろあるんですが、そんな中のね、一つ最近すごい面白いなと思って、こういう本を持ってきました。結構ね、小説 SF ホラーファンタジー好きなんで、サスペンスおすすめあったらなんかツイッターとかにも教えてください。ありがとうございます。ちょっとここで質問してるんですけど、はいはい、F って何の F やろうかって聞いてるんですけど、それはね、おっぱい、それはね、結構ね、この森博さんの小説はですね、タイトルに結構ね、因が踏んであるんですよ。なんで結構ヒントになったりとかいろいろあるんで、それを言っちゃうとちょっとネタバラシになったりとかしてね、このサブタイトルなんかもね、英語で全部書いてあるんですけども、ここにこういうのも全部ね、いろんななんて言うんだろう、まあヒントというか、あと読むと、ああそういうつながりがあるんだみたいな感じで、結構面白いんですよ、うん、最近結構ねライトノベルになっちゃってるんですけど、いろんなこの方の書いてるシリーズでつながってて、登場人物とか結構ね読むと面白いんで、森博さんはなんか、うん、名古屋大学のね教授さんかなんかやってらっしゃって、結構数学系の面白いロジック展開をする話なんで、よかったらおすすめです。ではではゆりちゃんいきましょう。はい、そこでその前にちょっと新しい方が来たので、はい、うん、スコーピオンですさんが来てくれました。ありがとうございます。で、サゲポヨーこんちゃーす、ゾンビ来たーってくれてますね。サゲポヨーって、サゲポヨーってなんか下げてきましたね。そしてね、キング渋いなーってトミーさんがおっしゃってくれてます。そしてネットコメントマックさん、来月土曜日に用事があるので、はい、金曜日に行く予定です。ありがとうございます。そして今日のしずく姉さん、はい、可愛くて怖いですよって言ってます、はい、怖いって可愛 い, いですね。可愛 い, いかわ怖い、新しい、かわ怖いってまた新しいじゃない、かわ怖くて私キャラが最近瞑想中です。トミーさんが、はい、銀英伝説、銀英伝いいですね、銀河英雄伝説っていう田中良樹さんがね書いてらっしゃる、今ねすごい舞台でも流行って、それこそね舞台好きだったらぜひ見に行ってほしいですね。私今年の1月にですね銀河英雄伝説の第1章のね、うん、舞台を見に行って、6月のなんかちょっと外伝のやつは見に行けなかったんですけど、11月にまたね桜ホールで、なんで宣伝してるかね、人に、なんで人を宣伝しちゃったの。桜ホールでね、銀河英雄伝説のオーベルシュタイン編って、私の大好きなアクセスの高見博之さんが主演で出る舞台があるんで、私も見に行くんで、ぜひ皆さんも銀英伝おすすめです。なんで宣伝してるんだよね。はい、ではでは、ゆうりちゃん、はい、はい、はいはいはい、あとスコーピオンさんが、うん、あ、サノちゃんがいる、オスって言ってくれます。サノちゃんの知り合い、お友達に知り合いファンの方ですかね、多分、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントが。はい。
ではちょっと残り時間少ないのでサクサクっと紹介してください。ちょっと本をちょっともあの学校の図書館で借りた本だったので持ってくれなくて、はい、で、うん、あら映らないね。写真に撮ったんですけど見分からないですね。ちょっと分からないですね。タイトルはちょっと折原一さんの冤罪者という本なんですが、ミステリーですね。ミステリーですね、うん、はい。なんかちょっと一瞬社会派とは思いきや、うん、そんなそういうわけでもなく、うん、あのすごいあの2点3点どんどん話が変わっていく話でして、うん、最後に大体ジドーンってくるんですよ。大どんでん返し系の話ですか。最後にドーンってくるんで、うん、そこがね、うん、騙されたってなんですけど、すごいすがすがしいんですよね。え、結構そのミステリーは社会派ではなく本格派でもなくですか。そうですね、うん、いや本格派って言えば本格派だと思うんですけど、うんうん、なんていうかこの騙される感をね楽しんでほしいですね。はい、面白いですよね、大どんでん返しの作品ね。そうなんですよね。もう読めない、うん、全然読めないので、うんうん、面白いです、うん、あともう一個持ってきたのが、はい、もう、はい、読んでるNOWなんですけど、あの中国のガイドブックですね。中国に興味があるんですか。いや来週行くんですよ。あ、そうなんだ。来週ちょっとお休みさせていただくんですが、ほいどっかん、ほい、はい、それで今、読んでる最中ですね、うん、はい、中国のあの北京とウイグル自治区に行く予定で、うん、ウイグルに行くんですか。ちょっとお母さんの知り合いがいるので、はい、行ってまいります。北京ね、いいですよね。中国最近やっぱりね、なんだろうな、中国って暑いですよね、いろんな意味で。そうですね、うん、私も上海に行きたいんですね、高層ビル好きとしては。あ、うん、上海高層ビルは下から眺めるの趣味だもんね。高層ビル好きとしてはね、上海行きたいけど、ね、結構じゃあ北京だと、うん、なんだろう、ご飯食べようとかあるんですか。ああ、北京、いや、うん、でも結構あのどうなんですかね、うん、まだねよくわかんないですよね。え、あの中国語とかは、え、あのわかんないです。か、え、現地に行ってそのなんだろう、観光の人と一緒に回る感じなんですか。いや、そのお母さんの知り合いの人に、うんうん、あ、いろいろ、いろいろ、でもなんか英語はちょっと喋っとけば通じるかなぐらいの。まあ今ね結構ね英語はどこでも通じるか、うん、あの中国語、私もね最近アプリに中国語を入れてるんですよ、なんかね今英語が喋れて当たり前の時代だからね、韓国語か中国語ぐらい1個ぐらい喋れた方がいいかなと思って最近勉強しようと思ってアプリに入れてたりとかしてね、すごいな。なんかぜひ本場のね中国語をなんか勉強してきてもらって、ね、うん、披露してもらいたいですね、どっかでね。おお、来週噛んでても、来週噛んでても分かんないですもんね、うん、中国語喋って分かんないね。じゃあ中国語でオフェオみたいな言ってくれるかもしれない。まあまあみたいな。あの中川家のね弟さんなんかねやつですね。ずっとなんなんなん言ってたらね。どうだどうだ、キャンプキャンみたいな言ってけば大丈夫ですね。え、あのチャイナフック着て出るとかないですか。いいね。じゃあ買ってきますね。ぜひぜひ本場の本場の。中国、うん、お土産待ってるよって、あ、はい、さんがちょっと来てください。じゃあ、うん、これ取りに来てくださいよ。じゃあ、うん、ねえ、見てるんで、いいですよね。モモマン買ってくるんで、結構中国ってね、あのいろんなすごい流行ってて、もう高層ビル街があったり、うん、あとは本当にまだトイレに敷居がないぐらいのね、うん、ところがあったりとかで、結構そういう中国のいろんなお土産話してほしいですね。大体、うん、外国行くと私いやいやなんかあるんで、うんうん、多分なんかあると思います、ね、うん、なんかねブログとかの社メールとかもね楽しみにしてるんで、はい、ぜひ中国のお土産話をいろいろとね皆さん待ってると思うんで聞かせてください、うんうん、ってわけでですね、うん、残り時間3分になりましたので、今一番近い告知の人をもう一回ねちょっとずつしてもらいましょうかね。まず一番最近にやる早乙女さん、はい、はいはい、10月8日の土曜日、はい、ライブやります、うん、ウッドのアネックスホールの、はい、アネックスビルの3階でやってます、うん、チケットはなくてドリンク代の500円で見れますので、うん、よかったら見に来てください、はい、皆さん見に行ってあげてくださいね。1時からですので、うん、ぜひぜひ乙女ちゃんのね歌が聞こえるという、うん、で次がおたくん、はい、爆弾、爆弾、はい、10月18日火曜日なんですけども、はい、うん、劇団コンペイと新愛子と玲子、うん、吉祥寺のスターパインズカフェというところで、うん、1回目が17時夕方5時からで、はい、2回目が夜の8時20時になっております、うんうん、でまあチケットを自分の方にあのコメントブログでやってるんでそこに入れていただければ2300円プラスワンドリンク代で、はい、あ、ワンドリンク、ね、あ、ワンドリンクさっき言い忘れたんですけども、うん、600円からになりますんで、まあ、あのドリンクによって違うんですね、チャージ料がつくと、はい、で、あ、まあ、なってますんでぜひ見に来てください、はい、
ありがとうございます。本日もねたくさんの視聴者様のコメントに助けていただいて、ドッカン終了しそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね今日はなかなかちょっと観覧の方がいなかったんですけれども、ぜひぜひあの現場にもですね来てですね生のみんなを、見てほしいので、どうぞどうぞ皆さんスタジオまでお越しください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、はい、あ、すいません、もう終わってくれちゃった。そんなわけでですね、そんなわけでですね、本日も青山スタジオから東京ドッカン金曜日お送りさせていただきました。皆さん、来週も見てください。ありがとうございます。またねー。来週も会いに来たよー。